求はあったんですけども、例えばお荷物が届かないとか、お客様の個人情報、顧客特定をするときにはそちらでは確認ができないので、電話かメールに促していたんですね。だったら顧客特定が必要になった時点でオペレーターにシーメンスにつながってチャットのようにお話ができたらいいなっていうふうに思っていました。できれば履歴が残った方がいいので、誰でも手軽にできる LINE のようなチャットはいいなと思っていたときに、 LINE 様からカスタマーコネクトのご提案をいただきました。それですぐにこれだと思って決めました。まずオペレーターのモチベーションが変わりましたよね。今まで電話とかメールで決まったことである程度文章とか言葉遣いも気をつけなきゃいけなかったんですけども、チャットとなるとオペレーター個人の感情っていうのが伝わりますので、どのスタンプ選ぼうかなっていうふうに考えたりとか、あとお客様ともポンポンと会話ができる、その楽しさが生まれました。この前お問い合わせいただいた方が猫ちゃんを飼っていらっしゃいまして、そこでこの商品ございますよってことでご案内したんですけども、お客様が実は私の猫12歳なんですということで、そしたらオペレーターが、ああそれでしたらお客様12歳用のキャットフードございますよということでご案内をしていました。実はそのオペレーターもにゃんこちゃんを飼っていたので、そこでどういったにゃんこちゃんですかとか、毛が長いんですかとか、初めはもちろんお問い合わせではあったんですけども、結果的にはお客様とのおしゃべりを楽しんでいる、オペレーターも非常に楽しく仕事をしているようです。初めはおっかなびっくりでしたが、結果的には顧客満足度 90% 以上とご満足いただいております。 LINE っていうのは10代とか20代の若い世代が使うものだっていうふうに思われがちだと思うんですけれども、 LINE を使ってかかってくるお問い合わせは50代とか60代といった幅広い層に使っていただいているツールになっております。で、実際私の母も周りの友達が LINE を始めたので自分も始めてみようかなっていうふうに相談をしてきたり、 LINE っていうのはメールとか電話っていう今日常で使われているコミュニケーションツールの中に入ってきうる存在なのかなと感じています。電話だとどうしても上がってしまう、対応自体はものすごく上手なんだけども、声のトーンが低いとか方言が抜けない方とかいらっしゃいますよね。そういう方はなかなかその電話に対する苦手意識を持ってしまいます。あとメールなんですけども、1回のメールに対して回答例をいくつか作ってしまうんです。そうすると結果的に文章の構成をちゃんと考えなければいけないので、文章力が必要になってくるんですね。その点チャットっていうのは質問に対して即答ができるので、フレキシブルに対応ができたりします。なので電話もメールも苦手だけども LINE のようなチャットだったらできるっていう子も出てきます。今後ですね、人材採用するときに電話ができますか、メールができますか、 LINE のようなチャットができますかといった新しい採用方法も検討できるんじゃないかなというふうに思います。